皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、どうでもいいことは切り捨てる勇気ということについてお話をしてみたいと思います。ご本人にとってはですね、どうでもいいことには多分なってないんですよ。で、あれもこれもっていうことで、全部を同時にやろうとして、結局うまくいかないタイプの方、先生ですね。そういう方といろいろお話をしてきました。で、若干ですね、どうでもいいことっていう言葉は、聞く人によってはきつく聞こえるかもしれないんですけれども、時間っていうのは有限、限られてる時間があるので、例えば実現したい思い、叶えたい自分の理想の姿っていうのになるべく早くたどり着きたいというふうに思った時には、ある程度取捨選択をして整理をしていかなくちゃいけない時っていうのがあるんですね。その時に、その 本文である本軸であるこだわりは捨ててはいけないんですけれども、そうでもないこと、要はそこに時間を割いてしまうがゆえに、本文の、本当に大事なことができなくなるっていう現象の方がむしろ残念なので、ここはある程度心を鬼にしてですね、これは本当に必要、これはそうでもないっていうことを切り分けて、やらないという選択肢を取らなくてはいけない時があります。緩やかに進んでいくときには、そんなことしなくても大丈夫なんですけれども、大抵ある程度の短期間で成果が欲しいというふうに思うと、全ての荷物を持った状態で最速で行きたい場所に行くのって難しいんですよね。なので、どうしても捨てられないものがあるっていう場合にはですね、変な話なんですけど、一旦その場所に置いておいて、一旦切り離してそこに置いておいて、自分が理想とする姿を手に入れた後でもう一回そこに戻ってきて、どうしても必要だったらなんですけどね、でそれで取りに行くっていう選択肢もあるんですね。で、全く捨ててしまうかっていうと、すごく勇気がいってなかなか前に進めないっていう方がいらっしゃる場合においては、そんなお話をすることもあります。ですので、どうでもいいって本人は思ってないのかもしれないけれども、その主軸のことに対してやっていく上においては、本当はどうでもいいことになってしまうようなケースもあります。ですので、どうでもいいことを切り捨てるっていうことをしていくことによって、本当に好きなこと、本当にやりたいことっていうのを、手に入れていくことができますので、どこかの段階でもしもそういう選択をしなくてはいけないような時が来た時には、こんな話を思い出していただければというふうに思います。それでは。